はい、クレヨンしんちゃん、墨の町の城を続きからやっていきたいと思います。あ、そっか、今見習い少年だったわ。あ、だから今日あれだ、レースするんだあれね、 PV で見て私できるかなーって正味ね、ちょっと心配ではあるよね。苦手なんですよね、あの手のゲーム。事故るんじゃないかな。納豆ご飯かしら。普通の、あ、学校、普通が一番だろうね。秋田の米はうめえだろ。やっぱりかまどで炊くのが一番だな。今日のは炊飯器よ。まあ炊飯器がいいよね、めんどくさくなくてね。ほい、そろそろ野菜できてないかな、トウモロコシ。よいしょ。まだできてない。なかなかだね。よいしょ。では、どうしようかな。山から行く？いつも通り。そうだね。じゃあ山行きます。ブーン。山菜ってでもさ、あと1個なのにさ、どこにあるんだろうね。あ、待って、知らない虫いる。間違えたボタン。ひなばった。ちょっと気持ち悪いと思う。なんでバッタの顔ってああなんだろうと思うよね。あとバッタの口が怖いんだよね。あ、おじいちゃんいないよ、今日。あら、まあ。朝だから。でもさ、こういうバッタとかもさ、捕まえといた方がいいんだよね、多分。掲示板にね、あの、欲しいですみたいに書いてあったりするから。何のためにまあ欲しいのかわからないけれども。魚はそっちはいないな。下が、ココナッツとこうか。はい。なんかこっち側のやつでかくないですか？いつもと変わんない？なんかでかい気がしたんだけど。来ない。まあ、いつものやつって感じ。はい、来てください、魚さん。なんかあれいないのかな、つもりみたいにさ、主みたいな。異常にでかいやつみたいなね。ああ、まあ、いつも通りだね。なんかいる。オークワがもう普通にパッと取れるようになってるのがすごいよなと思う。なんか奥に今一人でいたんだけど、どうした？大丈夫？話聞こうかって。カニか。ここのカニになって同じカニしか取れないからさ。何してんの？甘いお菓子のキッチンカーにも憧れちゃうのよね。確かに確かにとか言って。いいけどね、カレーもね。あ、でも私全然キッチンカーで買い物ってしたことないかもしれないな。ミスった。なんか見かけたことは当然あるしあれだけど、うん、待って、ワカサギってこんなとこにいるの？へえ、結構意外だった。ワカサギいるんだ。天ぷらにして食べましょう。はい、え、待って、ニューがめっちゃいる。神なの？神なのかなってぐらいニューがいるんだけど。もっとニュー来い。来なさい。
来ない。来なさい。ほら、白も飽きてるから。はい。ああ、バニューじゃないね。まあ、君らはね。儲かってます？あれ、なんかここにいる。オラの学校つまみにしてな、ああ。毎日毎日これが飽きないみたいなもんだ。そうなんだ。銀ちゃんとは学校が同じでな。バケツ持って立たされる銀ちゃんをいつもみんなでからかっとってよ。ああ、立たされてそう。偏見だけど。ここが僕の田んぼさ。なんかあの人あれっぽくない？なんかあの台風の日とかにあの見に行っちゃうタイプの人？田んぼ危険よね、ほんとね。よくないからね、ほんとにね。よいしょ。2匹ほどあの新たに捕まえてまだ3匹か、虫も入れたらまだ多分お金くれないだろうな。ですよね。よいしょ。手伝ってくれるのかい？それでいいかい？オッケー。どうもありがとう。250円あげます。神？結構神じゃない？それでいいかい？どうもあり。金貯まってきた。だいぶ。オッケー。どうもあり。カブトムシ5匹持ってんだけど。いらねえ。それでいいかい？どうもありが。こんなもんかな。またよろしくね。はい。なんか買うお金多いし。どれにする？それにするか。やめとく。持ってないのはこれか。一個買っとく？はい。毎度どうも。まああの使うかどうかわかんないけど。ほな行こか、隅の町。あ、どうした？しんちゃんのこの顔良くない？はいはいはい。行くぞ。とりあえずまずもう今日はいきなりあのほぼマサオくん、ほぼおにぎりくんみたいなところに。このところに行けばいいよね。あれほぼおにぎりだと思うんだよな。ちなみにどうなんでしょう、住み具合としては。本当にのんびりやりすぎてさ全然住んでないんじゃないかなと思って。あ、なんかすごいあんなとこにいる。どうした？到着。やっぱトロッコレースなししてるわ。ほな行こうか。トロッコレース、トロッコレース。待って、なんかあれじゃない、また料理じゃない？あれ、わからないものはしょうがない、諦める子。この前ほんと助かったわ。うちの旦那も喜んじゃって。もうこれしか食わねえって、ま、ドアガママ言ってるわ。最悪。しんちゃんも偉いわ。ほんとに羨ましい。うちの子供ったら今度はクリームシチューを食べたい。牛乳。一個しかないんだよな。はい。何が必要なんでしょうね。クリームシチュー。あー、牛乳があと1個いるんだ。で、トウモロコシか。まあ、まだちょっとトウモロコシがないからな。いらっしゃい。はい。わらしべ長者？うん。軽くて頑丈な水筒。水筒っていうか、なんていうかではあるけど。
ただのペットボトルだぞ。なんだこれ、羽のように軽くて割ろうとしても割れない。これはまるで魔法の水筒だよ。すごいよ、こんなもの見たことない。代わりに真空管あげるから。マジ？真空管もらったんだけど。ありがとう。はーい、なるほどね。料理のこと。そうだね、何食べたいんだろう。作れるものだといいな。うん、カニクリームコロッケ。うわー、なるほどね。ちょっと難しい料理言ってくるよね、やっぱりね。よろしくね。はい。え、アメリカザリガニで作るの？ちょっと待って、青いアメリカザリガニが2匹いるの？まず青いアメリカザリガニはまだ1匹も持ってないという事実ね。あ、そうなんだ。それ買うかい？13、まあこれさ、1個買っとく。お金をね、持ちすぎるとさ、持てなくなってだから。翡翠なんか多分どうせ使うでしょ。どうせとか言う、絶対使うって。うわー、翡翠くれる人いるのに悔しい。あ、いいですよ。はい、本当に欲しいのこれ。先もらった。よし、カミキリムシの穴多いやつもいないもんね。どこにいるんだろう。よし、どこにいたっけ、あの子。ほぼマサオ、ほぼマサオ、いた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 。はい、しんのすけ来たか。本気でレースやりたいんだなお前。でもよ、このトロコ子供には扱えねえぜ。大人向けに設計されてて足が届かねえんだ。俺は乗りたい。だよな、子供が乗れるトロッコがありゃいいんだけど。え、作るってこと？ないなら作ればいいぞ。簡単に言うなよ。材料はなんとかなっても俺にはまだまだ無理だぜ。もっと修行積まねえとな。師匠には100年早いって言われるし、誰か作ってくれねえかな。ちょっと待ってよ。じゃあ昨日、それ昨日言ってくれたらねえ。材料にもよりけりだけど、作れるんかな。入れない。何？見えない壁？多分ゆりちゃんが作ってくれるんだろうけど。材料がね。よいしょ。しんちゃん、今度は何かしら。子供トロッコに乗りたい？なるほど、大人ばっかり楽しんでってずるいか。確かにね。いい、私に任せて。私がしんちゃんを大人にしてあげる。あら、大人になってゆりお姉さんをエスカレート。エスカレート、それよりならエスコートでしょ。早速だけどしんちゃん、何でしょう。ものによるよ、ほんと。うわー、うわー、銅の原石はなんとかなるんじゃないかな。砂金はきりやね。シャフト、あのさ、シャフトってやつどこにあるんだろう。なるほどね。パンダ柄の椅子はそこに多分入荷されてるんだと思うんだよね。いらっしゃい。はい、ある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 、あるあるある。それ買うかい？オッケー。見る目で、砂金はあるでしょ。で、これが1個足りないから、1個買います。で、シャフト、あった。
何これかわいい。それ買うかい？オッケー。どうもありがとう。うわ、お金使わなきゃよかった、さっき。ねえ、もったいないことしたね。いや、まだ大丈夫。まだね、ワンチャンの稼げる可能性があるから、ここだよ。すべてここにかかっている。いらっしゃい。ワンチャンね。まだ何も作れないんだけど、ほんとごめんね、何も作れないもんね、ほんとごめんなさい。失恋の傷を癒してくれる料理、失恋の傷を癒してくれる、はっ、何が食べたい？そんなものないよ。そんなものはない。これだったらでも食欲湧いてさ、忘れられるんじゃない？そういうのではどう？一丁上がり。違うかな。でもメンズこれ好きでしょ？偏見だけどね。こういうのもありだねってことはダメだ。大したお金もらえないわ。ありがとね。うわ。戻ったらワンチャンお金にならないかな。そうだよね。ちょっとワンチャンお金になることをちょっと考えろ。お金になること、でも今すぐお金になることはほぼないんじゃないかな。そうだよね。なんかお願い事、誰かお願い事してきてほしい。叶えるよ。強気じゃない？叶えるよ。落ちてたらいいんだけどね。落ちてないんだよな。ほら、水晶とか落ちてるんだけど。あ、なんかいるいるいる、なんかいるよ。哲夫君と遊んでたでしょ。私、すぐわかるんだ。ふーん。こんにちは。あなた、今、暇でしょ？何なの？うわ、やばい。挑戦状だ。いけるかな？マニアックでちょっと難しいわよ。商店街の突き当たりには炭鉱にいるエレベーターがあるでしょ？え？左。ラブラブなんでしょ？アラモネ屋の店先にないものはどれ？大きな壺。ねえねえ。うん、憎たらしいわね。ちょっと待ってよ。ちょっと頑張ろう。ちょっと。じゃあ見てくるよ、ちょっと。待って、今何かあった。ね、下手じゃない？動き。大丈夫？タビいらんのよ。今立ってよ。違うね、目の今いらんのよ。ワンチャンしたいなっちゃうな。これは、向かって左に倒すでしょ？うん。ないもの。外でしょ？赤いうちわなの？え？さて、あのヘアピンの色見に行こう。あー、黄色じゃない、ピンクだ。はあ、なるほどね。目のめっちゃんじゃん、なんでね、苦労したのにね。ブリブリーブリブリー。はい、来たよ。ねえ、負けないわよ、ほんとに。左で
ピンク。これよね。店先にないものでしょ。ねえねえ。はい。よし、よし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 。はい。何もらえるの？え、いらないんだけど。ごめん、全然いらなかった。そうなんだ。え、なんかまたいるんだけど。すぐ現れるやん。え？卵に決まってるじゃない。絶対じゃがいもだよ。何が？おでんの主役は絶対にじゃがいもだって。え、卵よ？うん、そうね、卵です。わかるわかる。まあ、入れてもいいけど、その、ほんと崩れるのがね、ほんとにね、断捨離と一緒じゃん。そう、ひどいよ、それは。食べたことなくても絶対卵よ。そうね。おでん作れる？じゃがいも入りのおでん。サンキュー。うん。はあ。卵が足りないと。長芋？長芋か。長芋ってどこにあるんだろう、でも。頼むよ。ねえ。頼むよって言われても。あとシャフトだけなんよな。シャフト。シャフトっていうとね、やっぱのアニメ会社出てきちゃいますけど、私の中では。いらっしゃい。あ、人変わってんじゃん。ナイス。パッとできてパッと食べられる料理。パッとできてパッと食べられる料理。パッとできてパ。手間暇かけてるからこれは違うでしょ。わかんない。だってもうないもん、そんなもの。ごめんなさい。本当に。はって感じ、本当に。こいつも埋めてダメだね。また失敗だよ。ありがとね。あ、いけた。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 寝ちゃいそう。しんちゃん寝ちゃいそう。まずいな、寝ちゃいそうだな。今日は何？それ買うかい？オッケー！毎度あり。ああ、寝ちゃった。明日の楽しみにとっておきましょう。ああ、なるほど。てか、じゃこれに関してはノッコがちょっと昨日の時点で、ね、なんかその。子供が乗れるトロッコはないんだよって言ってくれたらよかったのにね。本当に悔しい。あ、でもいいよ。とりあえずもう揃えましたから、ちょっとお金稼がないとね。ほぼほぼ使って2000円あったのにな。一瞬だよな。いただきます。平和だね。うん、ちょっとホタル狩りに行こう。ホタル狩り、うん、おいおい、ホタル狩りよ。よいしょよいしょよいしょ。ブリブリ。まだできないのね、はい、ホタル狩りじゃ。いない。こういう時に限っていないのよね。はい。え？ホテル、ね、ホテルじゃない、ホタル絶滅した？絶滅危惧種？え？あと青いザリガニがね、いないっていうのもね、また問題ですよね。どっちが反応してるんだろう、これ。分かりづらいってのないわね。え？
え、白いザリガニ普通にいるんだ。え、大丈夫、また逃げたあれじゃない、あのおばさんちの。大丈夫、よし。え、ホタル。いないな。え、季節柄絶滅した。いた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 。そうだよね、まだだってこの世界言うてまだって感じだもんね。よし、取りづら、はい。え、その音色がさ、ちょっとあれじゃないの、その音色のせいでさ、ホテルがさ消滅してるってことはない？これいけないんだよね多分こっち。くそ、夜のそっち来て。あ、ホタルいる、ホタルいる。もうでかいみたい、いいじゃない。2匹だけかな。おい、おい、めっちゃいる魚。ちょっと待って、ヤドカリのとこめっちゃいるんだけど、ちょっと気持ち、ヤドカリじゃないわ、あのザリガニとかいるとこめっちゃいるんだけど、なんか気持ち悪いぐらいない？あの魚も取っときたい。取り1個、あの3匹全部取ろう。多分新種ではないと思うけど、まああのね、ニューだった、マジ。すぐこっち押しちゃう。はい、一斉にこっち向くのやめて、怖い。もはやどれが食いついたかもわからないしね。これ多いね。なんだかよくわからないザリガニ。どれどれ？あれが日本のザリガニ？日本のザリガニってなんか色、そう、綺麗な色じゃないっていう印象なんだけど。あ、逃げられた。最後喋ってる場合じゃなかったね。ホタルもいないしね。ブリ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 。あ、いたいたいた。ゆっとゆっとゆっと。よし。あなた、ちょっと見せていただけますか？でもこれではお金はもらえないと思うの。バッチリ記録します。そうだよね。それは、あげます、あげます。ありがとうございます。150円、よろしくお願いします。まあまあ、ないよりいいよね。でもホタルってさ、短命だからさ、もらってもどうしようもないところあるよね。でもブリ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 、よいしょ。ここにいるのは何？カニか。どれどれ？もう川のあたりうろうろしてようかな。ありだよね。はい。いっぱい釣るっていうのも。ふうふう。てかカニクリームコロッケ、別にカニいっぱいいるんだからこれ、あ、もう終わりか。今日もたくさん遊んでね。そうね。ということで、今回この辺で終わりまして、次回やっとやっとですよ。あれに乗ってね。大人になる発明。よし。まあでも意外と早いですよ。1パートで全部材料集まってますからね。
いただきます。よし、はい、ということで過去の辺で終わりたいと思います。バイバイ。